あと3日。こんばんは、みなさん。トミーさんだ。そう、トミーさんです。わさっぴさん、お花ありがとう。なんさん、旗ありがとう。トマさん、ありがとう。お元気って元気だよ。1983さん、お元気ありがとう。ノマさん、レインボースターありがとう。みなさん、こんばんは。イエイ。なんかさっきまでイヤホンつけちゃったからさ、なんか不思議な感覚今。ゆうたさん、ハートありがとう。1983さん、これなんだ、オオカミさん、ありがとう。ゆうたさん、ハートもありがとうね。明日トミーさん行こうかなと思ってた。奇遇だね。トミーさん、お気に入りの T シャツ、お気に入りの T シャツなんですけど、これ、今年は初めて着たかも。でもこれは車の運転免許を取りに行ってた時やから、多分19歳か20歳の時から持ってるけど、今年は初めて着た。まだ数回しか着てないかもしれない。配信では初めてかな。シゲオ007さん、ありがとう。花赤いよね。え、みくりんさん、嘘でしょ。嘘だ。え、みくりんさん、え、本気。びっくりした。劇場公演でですか。はちみつ通りさん、ハートありがとう。そう、配信では寝かせておきました。でもこの夏多分1回2回しか来てない。ひでりんごさん、ありがとう。最近のトミーさんは主張が強い。あ、確かにトミーって書いてたりね。でも可愛いよね、可愛いよね。え、びっくりだよ。びっくりだな、みくりんさん。じゃあもうなこみくさん両方とも卒業なんですね。まあ、なこさんは卒業してますけど、ワンポイント。わかるわかる。え、こんぐらいちょうどよくない。どう、これもういい。かずとさん、ハートありがとう。劇場公演か、劇場公演か。ちょうどいい、やったぜ。好きですね、私。トミー、あ、胸に小さいトミーってやつね。かわいいよね、あれ。わかる。裏は何もない。だからこの枠とここしかもう書いてるとこないですね。あとは全部真っ赤。真っ赤。黒曜さん、お元気ってありがとう。元気、めっちゃ元気。元気元気元気。今日はもうゆっくり配信したいなって思ってるので、ゆっくり見てください。123ハートありがとう。最近お金使いすぎた。何でパーカーでも買おうかなと思ってた。あ、絶対可愛いじゃん。
風呂終わった、よかった。ゼロ時まではしませんよ。今日の触覚かわいい。今日の触覚なんかさ、今日さもみあげのさ毛が多いんですよ。なんか嬉しい。今日もみあげの毛がね、いつもめっちゃ少なくてさ、この間それこそ、いやこの間って言ってもね、劇場公演、あ卒業公演前に髪染めた時やから、まあ結構前なんですけど、あもうねいつやったっけな、多分9月の20日ぐらいに、うん9月20日ぐらいにね美容室行ったのよ。その時か、その時に美容師さんにさ、あの触覚じゃない、あのもみあげの毛増やせますかって言って、できるよって言って、でもなんかこうやっていくうちに、髪触っていくうちに、あの美容師さんがさ、あのなんか増やすとサラナちゃんの毛的にここが広くなっちゃうから、増やしたらだからなんか変になるかもしれないって言って、だからやんない方がいいかもって言われて、でやんなかったんですよ。でもなんか勝手に増えた、今日めっちゃ嬉しい。やんなくてよかったかも。赤のシャツ珍しくない？確かに。はっきり見えないけどトミーフィンガーですか？そう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 、フィルフィーガートミーです。ポニテやった。ウランちゃんレインボースターありがとう。ヒュンセイさんメロディありがとうね。カラスのガーコさんレインボースターありがとう。そう今日合わせて残り3回の配信になると思うので、皆さん今日はゆっくり見てください。寝る前に。そう勝手に増えた。ゆうちゃんハートありがとう。情報技術研さんハートありがとう。今日は後で、あのプレゼントじゃなくてプレゼントの開封配信もしたいんですけど、プレゼントの開封配信は今日ではなくて、今日は別のものの届いたものの開封配信したいなって思うので、それはまた後でしますね。ウランちゃんありがとう。お花しゅんせいさんダールマさんありがとう。やっと届いたっていうものがあるんで、それ紹介しますね後で。そうそう、やっと届いたものがあるので、別のもの、そう別の私物私物っていうのかな、なんだろう、そうそうそう。でも興味ある人はめっちゃ興味あると思うし、興味ない人は興味ないと思うけど、まあまあまあお付き合いください。果物じゃない、果物じゃないよ、うん、りんちゃんのおじさんハットありがとう。うん、まあ待っててください。いてて、夜にしようかなと思って今日は夜にしました。お猿違う。ちがうおせちびっくりよ。おせちなんて違うよ、早すぎ。大学の委員会の名前を書くというめっちゃ重要な仕事してきたて。おお、お疲れ様。お疲れ様です。うん、予想がつかない、きっと予想つきませんよ。しゅがきさんハートありがとう。クリスマスプレゼント、うん、全然クリスマスね、もうすぐでもないですね、あと2ヶ月くらい、まずはハロウィン。
やバイクありそう。じゃあバイクじゃないんですよそれが。うん、まあまあまあ、でもそれもこれ何が入ってるか正直わかんない。正直さのこれ何が入ってるかわかんない。うん、覚えてないレベル。うん、りょう、食べ物じゃないです。食べ物やったらもう即開封して。そうですね、あ、目の前にあるよ、箱がある。うん、全く予想できないのでひたすら待ちます。待っててください。コスプレ衣装じゃないよ。コスプレだってあのお話し会とかあったらさコスプレ頼んだりしてたけどね、ないので。えい、福袋は違いますね。福袋の季節だ、季節だね、季節だね、福袋の季節だね。確かに福袋の季節ですね。コスプレ配信してもいいよって。普段コスプレしないのね。普段はしないですね。本当に最近涼しくなってきちゃったね。開封する？どうしようかな。何時になったし開封しようかな。AKB の衣装では制服コスプレもあったけどね。コスプレじゃないもん、現役だもん。あ、そう、食事じゃない、食材じゃない。うん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 、違う。集まったらにしよう、そうしよう。うん、朝晩はさ肌寒い時あるけど日中は。わかるわかるわかる、一番嫌なやつ。でもまあそれがいいか、朝晩。いやでもさ朝晩もちょっと暖かい方がよくない？めっちゃ赤い、そう、赤いですよ。みんなを、あの、みんなを、ちょっと待って待って。みんなを熱、なんかさ、みんなをさ、熱くしますみたいな言おうとしたらさ、みんなを燃やしますって言おうとしちゃった。うん。そう、トミー来てる。みんなを燃やしますって言ってしちゃった。違う。違う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 、熱くしますって言おうとしたらもうなんか言葉が出てこなくて、燃やしますって言おうとしちゃった。最近カメムシくんの大量発生に悩ませてされてますって。え、待って、そのカメムシ一番無理。あのカメムシさめっちゃ香りやばくないね、匂い。お尻に燃やされるんじゃないのか。ダメだよ。ダメですね。うん、え、 G よりダメ。えやー、待って待って待って、比べ物になんないよね。どっちもどっちもどっちはないね。匂い臭くない？カメムシ本当に嫌だ、大嫌い。え、カメムシ大量発生とかそんなことある？カメムシ
メムシスもうしばらく会ってないわ。会わなくていいけど。もうそんなことより、うん、今日金木犀の香りやばかったってね。金木犀いいだね。本当にびっくりした。金木犀の木みんな見たらうらちゃんみたいにあのサロンのこと思い出してください。音するよね。昆虫苦手って、うん、あのダンゴムシとテントウムシは OK。 それ以外は嫌ですね。こんばんは。じいさんよりカメムシさん苦手かも。わかる。いやでもどっちも比べ物にならんけど、嫌だよね匂いがあるの。甘い香りがしてなんだこれって思ってみんなに聞いてたら、金木犀って書いてあって、さすがに死んだね。それは泣いちゃう。そうやっぱ横にはねレミヒューがいないとね。わかります。銀木犀もあるん。そうやっちゃう、初めて知った。これから何時に、これからの時期何着ようか、ふだちゃんにおしゃれって言われてからハードルエグいって。なんでよ。大丈夫。そう、赤いお洋服珍しい。可愛いでしょ。そう、ショールームでは初めて着るね。金木犀と銀木犀があるっちゃ。銀木犀はどんな香りなんですか。甘い香り。ゆうちゃんはたありがとう。毎年金木犀の木あるんだって一生思い出しちゃうじゃん、あの瞬間を。ってあの瞬間を一生思い出してよ、うん。トミー好きの。好き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 。トミー好きですね。そのリボンちゃん、ハートありがとう。ねえ、うん、銀木犀は花の色が少し薄い。ああ、なるほど。秋に銀木犀見るとさらに思い出すんかなって。思い出してください。てれれん、ふんふんふん。どの歌だったっけ。好きと言ったら好きだと答えて、うん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 、もっとあなたを好きになるから、照れてたって遠慮したってどうなんか褒めてくれないよ。え、褒めてくれないよ。やっと二人は、え、やっと二人は出会えたんだから、うん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 、もう忘れてた。見たら思い出せる。ふりふり。ずっと甘い香りの中講義受けてて寂しくなった。あちゃ、でもありがとう。うん、褒めてくれないだって。あ、これだ。やっと二人は出会えたんだから、いちゃいちゃとくっつきたいのよ。こんな感じだった。一回しか披露したことないんですよね。一回しかやったことない、うん、やったことない。イエーイ、こんばんは。今日は朝から
トレーニング、朝じゃない、朝でもないけど、まあほぼ朝、朝ですね、朝からトレーニングに行って、そうで、レガッタ見終わったのに夕方にレガッタ1話をもう一回見て、めちゃくちゃ眠くなって、そうめちゃくちゃ眠くなっちゃって1時間半ぐらい寝ました。めっちゃ久しぶりに行った、今日体動かしに。ハラミいいな、フォークさんハートありがとう。あ、ありがとうね、国王さん。今日はお好み焼きともんじゃ焼きいいな。いいですね。最近サーモンの何を見てるの？もう一度見たいドラマ1位はコードブルーなんだ。わかる、コードブルーね。コードブルーはいつ見てもいいドラマだよ。国陽さん、レイモスターありがとう。俊生さん、ハートありがとう。今日の語源はずっと武道館コンサート1日目の映像を見てたサイドポニー、サナちゃん好き、嬉しいよ、ありがとう。あ、中華風のおこわ、おお、中華風のおこわ、あ、ラジエーションハウスね、好き好き。ラジエーションハウスね、好きです、見てた。卒業した次の日に忘れ去られちゃうのか、忘れるわけないやん、忘れるわけないです。皆さんこそ忘れないでください、そばにいてください。ジャカルタのファンですって。お、カナルカのムササの口コルミサラのツイッターのインスタグラムフォローミーテラマカシー、わがままコレクションとっても好きすぎて、わがままコレクションを見てくれるのはね、もうめちゃくちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。だってわがままコレクションリアルに、リアルにね4回はね振り直しがあったし、めっちゃレッスンやった、めっちゃレッスンやったっていうか、めっちゃレッスンやったり、めっちゃポジションとか歌割り変わったり、ポジション変わったり歌割り変わったり、人数変更あったり、そうしたりとか、みんなで怒られたりとかもあったし、大変だったんですよ、わがままコレクション。とっても妹選抜でしょ。あ、そう、卒業公演の時ね、そう、Aさんが言ってくださってた、うん、あのめちゃくちゃドレスの着替えに必死だったんですけど、そのわがままコレクションっていうワードは聞こえました。で、そう、マミとパパがさ、卒業会終わって会った時に、こう、まるまるさんがこうやって言ってくれてたよとか聞いて、それでもなんかグッときちゃった、うん、嬉しくて。わがまま選抜じゃないんですよ、妹選抜なんですよ。もっともっとむちゃいて、もっともっと愛されたい、ハートのどこかに隙間があるよね、構ってくれないとスースーしてくる、あきれちゃう業界、うん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 、線まで試してるの、うん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 、もっともっと、うん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 、構ってくれない。
来る秋音ちゃん、なんどんなあれだったっけ、ここがわかんない、この歌詞。マジでサナちゃん妹選抜で大正解すぎてね、可愛かった本当で、嬉しい、ありがとう。あの赤チェックみたいな衣装可愛かった、うん、わがままな人が集まったんじゃないんですよ、まあきっとわがままだけど。死の旗ありがとう、うん、裏からしたらそのうちお姉ちゃんだけどって嬉しい。そう、妹選抜だった。サノはわがままです。ちょっとわさぴさん。ちょっと。まあまあまあ、サノ妹なんで、お家では妹なんで、一番妹なんで、一番妹って一人しか妹いないけどね。お兄ちゃんが二人いての妹なので、まあわがままですよきっと。わがままじゃないけど、わがままな流れ星、もうだいぶ出る間に、わがままな流れ星。ずんさんとさ、あの鈴葉さんとさ、鈴葉さんとあゆさんがちゃっかりしっかりあのセリフを間違えてるのが可愛かったですね。さのちゃんのことを言おうって話してくれてて、楽屋で、でこれでいい、さのちゃんって鈴葉さんが聞いてくれて、いいですねって話しちゃったら、もうちゃんと間違えてました、可愛かった。うん、高丸さん、お花ありがとう。兄弟似てんの？全然似てないと思いますよ。まず性別違うのでね、うん、お兄ちゃんと妹とで、そうね。田口さんは山根さんをジュンって呼ぶんですねって、名字で呼ぶの可愛い。ズン、わさっぴさん名字で呼ぶんや。そう、ミジね、双子なの不思議。ねねねねねねこれ、あーいや、やっぱやめとく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 。妹あるあるかなって思ったけど、ちょっと変だからやめとく、言うの、ちょっと言うのやめときますね。お話し会参加したら妹より彼女かなと、嬉しい。いや、妹あるあるでもこれはないんですけど、あのさあ、SOS王さん、ハートありがとう。あのさ、妹あるあるなのかな、いや待って、妹あるあるでもないと思うけどな、いやでも超変だからやめとく。妹の立ち位置だから聞きたい。え、待って待って待って、ゆらちゃん妹？昨日ね、昨日、あ、じゃ昨日のラストトークはね、言える、全然言えるよ。今日のはちょっと言わない方がいいかもしれないけど。しゅんせいさん、レインボースターありがとう。あのさ、待って、今日は言うね。じゃあ、昨日のやつ言うね。昨日のは、いや、昨日のマジでしょうもないから、本気でしょうもないからさ、みんな、どうせみんな考えちゃうんやったやろうなと思う。YKYK アットマークリランチさん、ありがとう、お花。え、5個、嘘、初知り、ハートありがとう。昨日のは、
昨日はあのあったかい紅茶をこう持っちゃって、で眠りかぶったんですよ、椅子に座って。たらこう寝ちゃってて、であのカップちゃんとこうやって置いちゃったのに、ちゃんと蓋付きカップね、あの寝てる間にあのちゃんと寝ちゃって、一緒に紅茶も倒れちゃって、紅茶が机にこぼれてたっていうね。そうでもあのもう手離しちゃったら、お洋服多分紅茶になってたから、あの救われたよっていう話。そう寝ちゃってて紅茶も倒れてた。一緒にミルクティーも倒れてました、あのあったかいやつ。あーみつきちゃん頑張ってる、ありがとう、忙しい中。フォーコーさんはたありがとう。そう紅茶も寝ちゃった。お洋服紅茶になってた、パワードすぎて。いやなんなかった、そうなんなかったけどね。妹あるあるはしょうもないわ。ちょっとしょうもないなんて言わないでよ。うん、社長さんはたありがとう。うん、動画に撮ってないですよ、寝てたんで。あ、大当たりの実習先よかった。ぶっちゃんはたありがとう。妹あるあるはちょっと言いません。いや待って、共感できん、絶対できんよ。共感できんと思う。絶対ね共感できないですよ。うん、共感できないと思う。いや本気でこれは共感できないのでやめてきますね。うん、いやちょっと音とあるあるに置き換える。え待って、音とあるある、音とあるある、その音って何なんだって。いやあのさ、いや待って、でもさこの配信さ男性が間違いなく多いから。そうだよね。みんなじゃああの聞かないことにしといてね。あのさ、サンのさ多分超変なんですよ。私超多分変だと思う。あのねみんな言わないでね。ハブさんお花ありがとう。あのさ、男の人ってヒゲ生えるじゃないですか。わかる？ヒゲ生えるじゃん。でさ、お兄ちゃんさ、お兄ちゃんももちろんヒゲが生えるじゃないですか。で、剃るじゃん。でさ、剃るけどさ、まあ、数日経ったらさ、もう生えるじゃないですか。わさっぴさん、お花ありがとう。それでね、サーノンさ、濃い毛を見つけると抜きたくなっちゃうの。そう。抜きたくなっちゃって、触んないよ。抜きたくなっちゃって、あの毛抜きを持ってお兄ちゃんのとこに行くんですよ。ちょっとこれ抜かせてって。それでよく嫌がられてる。ちょっとさ、これ抜かせてくれんって言って、ねえこれ抜いた方がいいよって言って。よくそんなこと言ってるかな。うん、超嫌がられる。身噛まない。え、それ嫌だ、やめて。そう超変なんですけど、だからさ、妹あるあるなのかなと思って。うん、そう、あのメイクポーチにあの毛抜き入ってるんで。そう、本当にもうリアルにね、メイクポーチにね入ってるんですよ。ほら、え、パパにも言われるよ、もちろん。パパにもめっちゃ嫌がられる、痛いからって。そう毛抜きあるんで、そのまま。なんで毛抜き持ってんの。え、毛抜き、毛抜きは
え、なんで持ってるんやろ。あ、眉毛、眉毛を抜いたりするからかな。そう、そう、あのさ、たまにさ、ぶっとい毛が生えてるじゃないですか。それ抜きたくなっちゃうんですよ。自分自ら毛抜きを持って追いかけます。追いかけるって思う、全然言うだけ。ちょっとこれ抜かんって言って、そう、めっちゃ嫌がれるからあんまり抜かしてくれないんですけど、そう。そう、たまにね。抜いたらあかん。そうだよね、痛いよね。でも抜きたくなっちゃうの、濃い毛。うん、いや、自分のじゃないによ。人のも抜きたくなっちゃう。うん、青じんたんあったら押したくなっちゃうし。一緒に住めない。じゃあそんなこと言わないでください。ここだけの話にしてね、みんな。うん、そうなの、そう。やめて、みんな、そんなこと言わんでよ。まあね。そう、内緒内緒。まあ太いほど痛いよね。そうだよね、ごめんね、お兄ちゃん。あんま抜いてないから許して。抜き放題。違う、もうね、数本あるから楽しいんですよ、それは。そう、うん。そう。なんでよ、ここだけの話でいいじゃないか。いっぱいはいらないの。そう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 。ホイホイさん、ハートありがとう。今すぐ脱毛揃えてきますって。いってらっしゃい。ぶーちゃん、ハートありがとう。じゃあ、あの、そろそろ私は今から開封したいと思います。開封したいと思います。もういい？開封して。まだ俺の髭抜いていいよ。そろそろしよっか。1000円超えたからしようかな。これ、あ、こ、なんかさ、シール剥いだらベタベタなんだよね、は、過去が。箱がね、めっちゃベタベタ。箱を開けるんですけれども、美容グッズじゃないんですよ。でも何が入ってるか、どういう系っていうのは分かるんですけど、あの、そう、こんぐらいのサイズ開けたいと思います。え、全然ワクワクじゃないよ。ワクワクじゃない人にとってはワクワクじゃないですよ。興味ある人はまあいると思うけど、興味ない人は興味ないと思うよ。とりあえずね、届いたものを開封したいと思います。割と大きいかもしれない。うん。重さはまあまあ。じゃあ開けたいと思います。開けますね。ベタ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 する。ティッシュで。
よし。何系だと思う？何系だと思う？何が届いたと思う？みんな何だと思いますか？何だと思いますか？皆さん、ちなみに洋服、まあある意味洋服入ってるかもしれないな。ある意味ね。あ、これ全部届いたんだ。じゃあちなみにこれはめっちゃ前に注文した、数ヶ月前に。食べ物、靴、違う、健康グッズ、全然健康グッズじゃないよ、全然健康グッズじゃないんですけど、ちなみにお支払い金額はめっちゃ高い。本当にヒデリンゴさん、お花ありがとう。え、お支払い金額は31,700円。高っ、超高額な買い物。やっと届いたんだけど。キンドルグッズ全然違います。ちなみに数点ある。プロテイン全然違う。全然違う。バイクじゃない、ちなみにバイクじゃない。本当にそういうのも自分でもびっくりだよ。こんなに買っちゃったのに。ハマったら買っちゃうんだよね。バイク関係ないんですよ。でも意外と全然入ってなかった。本当にサーモンってちょっとアホですよね。高いよね。でもね、商品的には 2,3,4,5,6 点しか入ってないんですよ。そう。ではでもマジでやっと届いたって感じ。うん、今って感じなんですけど、まあサロンはいいですよ、それでも。じゃあまずは何から紹介しようかな。これはロック点。全然トレーニングも関係ないんですけどね。まずはこれは何、これはピンバッジ。ピンバッジ3万円の買い物するなら1ヶ月は悩むわって。いや、私も悩んだんですけどね。まずはピンバッジです。侍ジャパンのグッズを買いました。WBC のやつ。これは予約販売のピンバッジ、ビジターダルビッシュ投手、届きました。ピンクのクマさん、お花ありがとう。そう、前言ってたやつがやっと届いたよ。お家帰ってきた、届いてた。そう、今頃届いた。確かに10月の下旬とか書いてた。そう、今頃届きました。10月の下旬って書いてたんですよ、確かにね。でもさ、これ頼んだのさ、8のコンサートより前かちょい後かぐらいやと思う。めっちゃ待ったよね、半年ぐらい。バッチ、これがバッチで、これどんな感じなんだろうね。え、欲しい？本当？え、でもこれ予約して買えた商品。なんかこんな感じで、かっこいいよ、めっちゃね。こんな感じ。ダルビッシュ投手買いました。次、こちらは次、予約販売 WBC キーホルダー、ビジター大谷翔平選手買いました。大谷翔平選手、あ、お
ちついた。エリザベスさん、ハートありがとう。大谷翔平選手。後ろは、こんな感じ。ぶっちゃかわいい、ありがとう。こんな感じですね。のやつを買いまして、あと何点、1、2、1、2、3、4、4点、あと4点、あと4点、ネイル、続いて、あ、これはね、もう家にもあるんですよ。なんか汚い、なんで、ダルビッシュ投手のフェイスタオル、ん、あ、違う、マフラータオル。これはさ、もう自分でもゲットしたから、これをお家にも3枚ぐらいある。そう、あの家族にもあげたので、布教活動したので、イエーイ、ダルビッシュ投手、うん、保管用、そうそうそう、このなんかデザインが好きでさ、デザインが好きで買いました。色とか色味も好き、イエーイ。これめっちゃ可愛くない？こっちがこうなってて、こっちはこうなってるんです。こんな感じ、ダルビッシュ投手、イエーイ、うんうんうん、イエーイ。こんな感じ。橋は何のデザイン、うんと、うん、なんかさ、これさ、あの WBC のさ、このマークわかる、このマークの多分模様ですね。これは現地でもさ、あの買いました、うん、現地でも買ったけど、なんかもう一個欲しいと思って頼んだやつ。え、お風呂上がりとか使っちゃダメですよ、もったいないよ、もったいない、もったいない、お風呂上がりなんて絶対使えません。でも確かにいつ使うんだってなるよね、もったいなくて使えないから。でも、もう一枚自分用あるので、もう一枚は使えるから、一個は保管しよう。でもさ、私、結構ね、こういうのじ、まあまあまあ、ユニフォームとかはさ、あれかもしんないけどさ、なんか、結構、グッズとか買うときは、実用性？ハンカチとか。実用性求めるので、ハンカチとか買うんですけど、買うこと多いけど、まあ、タオルなら使えるじゃん。どこのスタジアムで買ったの？スタジアムはあのサンマリンスタジアム。そう。エスコンフィールド行ったけどめちゃくちゃ良かったし、いいな。ソースイさん、ラブレターありがとう。ナンさん、レインボースターありがとう。いや、使うチャンスなくてもいいんですけど、多分な使えるじゃん、普通に持ち歩いたらいいじゃん。え、グッズはね、奮発しちゃう。だって後で後悔するんです、いつも。続いては、あ、これは WBC 優勝記念のフェイスタオル、受注生産。こちらは受注生産だから、頼んだ人しかの分しかない。ゆうちゃん、ハートありがとう。しげお007さん、花ありがとう。いや、待って、毎日ダルビッシュ選手のこと考えてニヤニヤしてるさちゃん、目に浮かぶんです。
まあサードのホーム画面がねダルビッシュ選手なので毎日見てますね顔、うん、そうそうそう次とかないじゃん、次買おうとかできない商品じゃんこういうのだから買ったんですよ。なんか紙入ってるこれは優勝記念のやつ。すごいなんか生地が、何生地これ。あ、メガネ拭き。メガネ拭きのタオルですね。これ優勝記念のやつ。すごくない？かわいい。どんな感じ？おお。おお。優勝記念。すごいね。優勝記念メガネ拭きのなんか感じ。メガネ用じゃないです。素敵。タオルって NG ワードなんですか？そうなんだ。吸水性ありそうですか？それはさっきのタオルの方があるかと思います。これはないかな。これはなんかさ、なんかにかける用がいいと思うよ。大事なものにかける用とか。桜パンダさんハートありがとう。右のデザインは何って。右手こっち。優勝トロフィーです。優勝トロフィー、優勝トロフィーですね。こんな感じ。ソースイさんはお花ありがとう。確かに壁に飾るのもいいね。素敵。やっと届いた。どうやって畳んだったっけ。これは本当にメガネ拭きの生地だと思う。そのメガネ拭きも知らんけど、メガネ拭きの、やつですね、これは。フォーコさん、あたありがとう。そんな感じ。ゾゾマリンで見た。すごい。優勝トロフィーいいの？優勝トロフィー今どっかにあるのかな。どっかにあるよね。ゾゾマリン。ゾゾマリンさ、幕張メッセの目の前じゃん。行ったことないんですよね。メガネ拭きの記事してますよ。メガネ拭きだよね。それだね。メガネ拭き。あ、パソコンとかメガネとか。メガネ、パソコン拭くやつ。よし、直した。優勝トロフィー見てないよ。見てないですよ。よし。トメさん、お花ありがとう。東京ドームは、外には行ったことあります。中には入ったことないですかね。続いて行きますよ。え、京セラドームで優勝トロフィー見ました。いろんなとこで見てんね。やったやった、届いた。やった。え、嬉しい嬉しい。やばい、嬉しい嬉しい。見て、ユニフォーム届いた。嬉しい。ユニフォーム届いた。嬉しい。やっと届いた。嬉しいの。
嬉しい。見えたでしょ。ちょっと待ってね。どうやって出すんだろうね。そう、ユニフォームが高いんですよ。ユニフォームがね、1万2000円するただのオタクだよね、これ。確かに優勝記念のフェイスタオルが、さっきのが3000円で、ピンバッジが2200円で、キーホルダーが1000円で、マフラータオル2500円かな。これ持ってる人いないだろう、きっと。そう、生誕ティーが届いて、ニコニコな皆さんと同じ気持ちですです。すごい難しい、これ。あとでなんかどんどん直せるか不安になってきた。直せるかな直せるかな、開けて。なんかめっちゃ紙入ってるんですけど、なんかめっちゃ紙入ってる。紙がいっぱい。いや、まだ紙入ってるわ。すごいね、すごいね。ちょっと箱引っかかないよね。別のとこ置こう。よし。やばくない？え、やばくない？届いちゃった。レプリカユニフォーム。見て。やばいよ、これずっとね求めてた。なんか初日にね行ったんですけど、初日に行ったらさ、いっぱいあって買えたんですよ初日でも。また次来るし、また次買い来た時買おうって思ったら、次行ったらもうなんか売り切れてて、そう、買えなくて、最終日も買えんくて、結局そう、みんななんかいつ入荷しますかみたいなあれ言ってて、え、そうそう、あのね、初日一回見つけたらもう買わないと、こういうの買えないなって思った。やばくない？やばくない？嬉しいんですけど。超嬉しいよ、私。嬉しいよ。かわいい。かわいい。どう？どう？ちょっとでもこの赤いやつが。出ちゃうけどね。これでいいかな。え、可愛くない？めっちゃ可愛いんですけど。かっこいい？え、すっくない？かわいい、かっこいい、素敵。こんな感じ。こんな感じ。かっこいいですか？毎日着てください。カレー毎日着たいぐらいかっこいいね。え、かっこよすぎる。
やばいね。最高だね、これ。そうなの、この色似合うかもしんない。このユニフォームの色。ここにもボタンあったんだ。でもなんかこれお洗濯するの大変そう。かっこいいね。似合う？うん、どんなポーズしたいんだろうね。ダメ。似合ってますか？グローブつけるかハットかぶって、バット持ってもらっていいですか？バット持ってないです。バットないよ。バットないです。うん、似合う。似合ってる。え、いいねこれ。あの、これ着ていきたかった。これ着ていきたかったな。これサイズ何買ったっけ。確かね、大谷翔平選手のやつをね、L 買ったので、これ、もう一個大きいやつ買った気がするな。L か O か、どっちか。これは、O かな。ダボってきたくて。ナッツさん、ワンありがとう。そう、あの、大谷翔平選手のは現地で買えて、それは、再販のやつ買って、それは、L しかなくて、L を買ったんですよ。うん。で、L の、もう一個大きいやつが O サイズって言っちゃうけど、それを、あ、ダルビッシュ投手のやつは、両方 O を注文しました。もっとダボってきたくてね。何の日本代表に選ばれたの？野球です。侍ジャパン。嘘です。ユニフォーム着てます。ダルビッシュ投手の。イエイ。こう見せたら分かる。そう、O っていうサイズがあるんですよ。それにしました。うん、感じ。めっちゃ可愛い。これ脱ぎたくないぐらいに可愛いんだけど、ちょっとでもこれ直すの大変なので、もう一つのユニフォームはちょっと開けずにいますね。あの、大谷翔平選手のは、あの、侍ジャパンのさ、試合の後とかに配信した時に多分来たと思うので、侍ジャパン、うん、WBC シーズンに来てたので、あれと同じ11番のやつを買いました。そう、そう、もう一個ね買ってるんです。え、本気でこの紙どうやって直したらいいんだろう。大変だ。ほら、じゃじゃじゃん。11番、こちらもゲットしました。嬉しい。やっと届いた。やっと届いた。薄い髪出てん、捨ててる薄い髪。どうしたらいいんだ。紅茶こぼしません。そう、
嬉しい、やっと届いた。野球見に行きたい、野球見に行きたい。もう終わっちゃったけど、これ着て行きたかったな。結局 WBC はのキャンプはそうユニフォーム着れなかったので、ペッパーミルポーズ、そう、ああフェニックスリーグね、フェニックスリーグはやってますね、確かに。そう、かわいい、かっこいい、いいね。こっちだ、両方買って正解かもしれない。正解だ。まあただ着ていけるとこがないけどね。でもとってもかっこいい、嬉しい。なんかそう、結構ゲットしたよね。わかる、結構ゲットしちゃったんですよ。トカチーさんありがとう。そう確かに、あの宮崎帰ってきた空港にフェニックスリーグのあのあれがありましたよ、看板がありましたよ。生写真のラスト、生写真、生写真さ、どれまで販売されてるっけ。そういえばさ、あのあれ、あれが良かった。アーシャさ、壁写外したじゃないですか。その実は次の壁写ももう撮ってて、そう AKB のね、そう撮ってたんですけど、変わる前に外したので、変わった後が良かったな。そう結構いい感じだったんですよ、次の壁車。そう3万円買い物しちゃった。次の壁じゃないもん。うん、そうアメリカ行かなきゃ会えないよね、サンディエゴパドレス。アメリカは行かないね、行きたいけど。それツイートであげてよ。何、何をツイートであげるの、これ。 OK、 あ今写真撮ろうと思ったけど今写真撮れないや、これ使ってるからね。今外した壁車はお家にかけたの、あのさもらえたんですよ実は壁車。でもどこに飾ろうかなって思って、どこに置いたらいいのかなって思って、そうですね、迷っております。もらいました、壁車ってもらえるみたいですね、壁車もらえるみたい。あれ外してそのまま、え外して一回スタッフさんに渡したのかな、持って帰りました。でもえこんなすぐに持って帰っていいんだって思った。ジャパン、そうなの、ジャパンなの、可愛いでしょ。玄関ね、確かに。でも玄関にあの写真あったら怖くない、そうでもない。抽選でプレゼント絶対嫌です絶対嫌です
絶対嫌です。みんな同じように作ってください。じゃあ、うん、そう、嬉しい、嬉しいよね、かぶしゃいただけるなんて。かぶしゃもらいました。そう、サイン付きで、サイン、でもあれプラスチックだからさ、サインあんま書けるっちゃ書けるか。いや、あげませんよ、あげませんよ、大切にしますね。無事割れずに持って帰れたので。昔 AKB カフェでカベチャプレゼントあったって、すごっ。確かに今までのカベチャ、待って、今までのカベチャってどこ行ったんやろね。あ、でも中の写真変えるだけか。 HKT のカベチャプレゼントあった、持って帰れんってことじゃん。あげましん、あげましん。私ももかさんの隣やったっちゃね。久しぶりにこの間お昼公演終わって見に行ったらももかさんの隣で、嬉しかった。かわいいでしょ、ユニフォーム着てるんだ。後ろの壁に飾って、あ、そうですか。飾んない、飾んない。壁写ね、みんながよく見てくれてた、一緒に写真撮ってくれてたであろう壁写は私のお家にあります。サーナより先にさっとカビシャ外せばよかった。カビシャあれ外れるよ、本当に。うん、マジックテープなので。うん、そう、大事にしまってる。サーナのポスター欲しかった。何のポスター？ポスター？え、サーナのポスターでも今までなんかサインとか書いたことあるよ。なんかいくつか書いたよね。シングルの時とか発売。キナのなんかあれとか、え、そう、マジックテープですよ、本当に。あんな、こんなに簡単に外れてしまうんだって思ったもん。そう、マジックテープだから外せますね、あれは。うん、ドレスでさ、あの脚立みたいなのに乗るときめちゃくちゃさ、あの大変だった。サーノの壁紙カメラロールに生も入ってあるので、それで我慢しますって。ありがとう、軍司さんに怒られそうよ。そう、軍司さんに怒られるよ。ネジだと外すの大変でしょ、ドレスドライバー持つのも変だし。そうね、確かにドレスでドライバーはね、大変変だね、確かに。吉田さんもみんな知ってんだ。なるほど、ブルスもらえない。マイ公演サロルちゃんの
壁下と一緒に撮るの楽しかった。嬉しい、なんかそうやって撮ってくれるの。みんな撮った？前に撮った、嬉しい。みんな大切に保存しててね、お写真。アクスタと一緒に撮った、嬉しいな。そうやって推し活してくれて嬉しい。ソラ活、外した壁紙は何代目って。あ、外し、そうなんだ。その壁紙さ、1、2、3代目かな。3代目かもしれない。本当は4代目あるんだけどね。トカチンさん、お花ありがとう。開封ね、まだ残ってるんですよ。そう、でも今日は WBC の開封したかったから、 WBC のやっと届いたグッズを開封した。うん、過去の壁紙はないですね。このさ、多分中身のね、写真が変わってるんやとも分からんけど、さすがに枠は変えんくない、多分ね。待って、ちょっと待っててほしい。みんなさ、メール書いてない、ちょっと待ってて。え、待って、ちょっと待ってて、みんな。さ、ちょっと止めていい、ちょっと止めていい、ちょっと待っててほしい。お願いお願いします。サーノンにメールを書かせてください。お願いします。メール書きたい。いい、いい、ちょっと待っててほしい。このまま待っててほしい。いい、ごめんね。さ、まあ5分から10分以内には帰ってくるからさ、ちょっとお願いお願いお願い、待ってて。今日はお願い、許して。お願いします。お願い、いい、行ってくるね。じゃあちょっと待ってて、みんな、ちょっと待っててね。ごめんね。